新キャラスチックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日はサンターナ、ロベルト、トラム、まあ、こちら3キャラ、新キャラ来てますので、見ていきたいなと思います。で、あとはフェス系ですね。レヴィン君とか、ミューラーとか、まあ、この辺も来てましたので、これはこの次の動画でやりたいなと思います。まあ、今回に関しては新キャラ3人というところでやっていきます。で、アップデー来ましたね。で、アップデー来たことによって、限界突破による、まあ、突数、まあ、こちらでパラメーターも一緒に上がっていくというような機能が実装されました。まあ、前回僕の方で作った動画で、その辺の、まあ、考え方というか、まあ、どういう上がり方するのかっていうのをまとめてますので、ぜひ見ていただければと思います。まあ、その上がり方と、同じだったかなと思いますので、こちら数チェックに盛り込んでやっていきたいなと思ってます。まあ、やり方は少し悩んではいますけれども、まあ、基本的にはそのキャラが強いかどうかっていうところが大事かなと思いますので、まあ、4突した、状態で、あの数字を見てですね、あの相対的に強いですよとか、まあ、そういう話ができればいいのかなというふうに思っております。まあ、今回は0凸の数字も一緒に見ながらですね、まあ、0凸の感覚って皆さんもあると思うんですよ。まあ、普段今までやってきた数値チェックの感覚あると思うので、まあ、大体それで強いっていうキャラは4凸しても当然強いですので、まあ、その辺を少し慣れながらやっていければなと思っております。はい、それではやっていきましょう。まずはサンターナから力属性のフォワードの選手、クラブ選手ですね。メイン技、ライジングアローローリングオーバーヘッドの S490 威力。高浮きで一番強い技になってます。サンターナターンの S440 威力。ニューブラジルサッカーの S405 威力。ショルダーチャージの A がついています。特技、ディフェンス、ゴールキーパーキラーの S。ディフェンスとゴールキーパーに対してパラメータプラス 25%。超団結、力クラブ&5人以上の 23%。絆、力属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4.5%。ハイボール要求 80%。必殺技封印、タックル必殺技を1つ封印、発動率 60%。ドリブル移動距離強化3倍。必殺技威力アップ、高い浮き玉の必殺技威力プラス 15% がついてます。うん、まあ、高浮きで打ってくださいみたいな、はい、感じのキャラクターですかね。まあ、ただ、封印ガードないので、もしディフェンダーとかが封印持ちだったりすると、高浮き打てなくて困るとか、まあ、そんなことも、まあ、ちょっと起きそうだなという感じですね。オフェンス 10%、チームスキル69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1210。突数は0から見ていきます。まあ、0突だけども、ブロック以外4突の数字という感じですね。まあ、実際は起きえないんですけれども、どこ減突するかの参考にしていただければと思います。まず何も乗らなかった場合、まあ、オフェンス、OMF とか DMF マッチした場合ですね。ドリブルが 39,000、シュート 36,000、パスが 36,800、タックルが 33,900、パスカット 33,000。なので、まあ、守備ですよね。OMF、DMF にマッチされると、取れないという感じですね。ディフェンス、ゴールキーパーキラー乗った場合、ドリブルが 46,000、シュート 43,000、パスが 43,000、タックル 39,000、パスカット 39,000。まあ、相手がディフェンダーっていう話だと、ここまで来れば守備はできそうですね。で、ドリブルパスなんですけども、結構高いですね。で、特にドリブルが高くて、で、タックル封印もあるので、読み勝ちができるというような状況であれば、読み勝ちの補正ありっていうのを入れてあげると、25万っていう数字まで出てきますので、まあ、こちらは十分読み勝った上で抜いていくことができる数字かなと思います。で、シュートなんですけれども、545のフルメタルファントム、積んだ場合で235,000。こちらに関しては、まあ、同じ無凸同士で今比べてますけども、無凸で言うと若林は264,000なので届かないという感じですね。で、カリウサスも地上で打っちゃうと255,000出してくるので、まあ、この辺も届かないと。なので、まあ、地上シュートは結構入らなそうですね。で、高浮きで打った場合は490威力の 15% アップで243,000までできます。なんで、まあ、注意したいのは地上で打つよりも高浮きで打った方が強いですよということですね。で、243,000なので、まあ、若林とかその辺は抜けないっていうところと、まあ、カリューサスは、あるのかなという感じですかね。それでは4凸の数字も見てみましょう。4凸すると、まあ、やっぱりすごい上がりますね。何も乗らなくてもドリブルが45,000、パスも42,000、タックル39,000、パスカット39,000。なので、まあ、4凸すれば常設のこの辺のキャラクターでも、まあ、無凸と比べれば強いですよという感じにはなってきますね。まあ、例えば、何も乗らない状態の、ドリブル45,000で20万ぐらい出るわけですけれども、これっていうのは、まあ、無凸の PL のドリブル値とかに、まあ、近いわけですよね。まあ、読み勝ちが乗った PL だとちょっと負けますけど、まあ、その辺の何も乗らなかった時の PL とかに近いという感じにはなってきてますね。ディフェンス、ゴールキーパーキラー乗った場合、ドリブルが53,000、
パスが5万、タックル46,000、パスカット46,000、その無凸の時と比べるとだいぶ強くなったなというところです。まあ、ただ、まあ、結局無凸同士での比較、4凸同士の比較っていうところになると、まあ、結局無凸同士での序列っていうのが変わらないですので、4凸同士になればそこの序列は変わらないですから、まあ、やっぱり無凸の時に守備きついよねっていう話であれば、4凸になっても相手が4凸だった場合は守備きついよねっていう、まあ、話になってくるのかなと思います。シュートも見ておきましょう。545で打った場合に274,000、まあ、無凸林だったら、まあ、初段から 60% 出せそうですね。まあ、ただ4凸の、ドリコレ若林だと30万というところになります。高浮きで打つと283,000なので、若林には届かないというところですね。まあ、シューターの、比較っていうのも後でやっていきます。まずは歴代サンターナと比較してみましょう。まあ、歴代比較ってずっとソステでやってたんですけども、今回からアップデーに合わせてですね、チムスキとバフ、そしてフォーメーション効果、あとは属性とか読み勝ちの補正とかも入れることができるようになってて、でさらに凸数を加味できるような形にして、で技威力も合算したと。まあ、本当に出てくるコマンド値ですね、こちらで比較できるような表に直しております。まあ、これで本当に正確に、まあ、そのキャラクター、まあ、例えば渾身のキャラとかだとやっぱり4凸すると数字結構変わってきたりするので、まあ、そういうのもしっかり反映した上で、まあ、本当に強いドリブルのサンタナは誰なんだろうみたいな感じの、話ができればなと思ってます。全てのキャラクター4凸になってます。でドリコレと、渾身、あとはフェスが入ってますね。この辺で比較してみましょう。ドリブルで並び替えると、ドリコレの海外キラー、そしてカジバが全て乗った場合、まあ、これもドリブル値が一番高くなってますね。なので、まあ、この前出たレオ君とやっぱり相性がいいのは、まあ、現状はドリコレなのかなというふうには思います。そしてコンビネーションと渾身で、カジバだけ全部乗った場合のドリコレで、 DF キラーが乗った場合の今回のサンターナというところです。まあ、235,000っていうのは、まあ、この後ピエールとも比較しますけど、まあ、結構高い数字ではあります、やっぱり。まあ、ただ歴代サンターナの中で比較していくと、最大値に関してはドリコレの方が結構上だったなというところですかね。まあ、やっぱりカジバ渾身系というのが上に来やすい可能性はありますね。まあ、ただかといって、まあ、前回フェスですね、まあ、この辺がまあ、すごい上昇してくるっていうことはなかったですね。なのでフェスよりは一応上ですよと、特技が乗れば上という感じになっております。シュートの比較は後でやっていきます。パス見ていきましょう。パスに関しては渾身コンビネーション乗った場合の、まあ、このサンターが来てますね、強いですね。そしてドリコレ、そしてディフェンスキラーの今回のサンターなというところです。なので、まあ、ドリブルパスっていうところにおいて、ドリコレとか渾身系のこの辺のサンターナと比べると、最大値に関しては少し落ちるのかなというところですね。まあ、ただディフェンスにマッチすれば毎回この数字が出せるっていうところを考えると、まあ、そこはデッキに合わせて運用しやすさが変わってくるのかなと思われます。守備も見ておきましょう。タックル一番高いのは渾身、そしてディフェンダーキラーが乗った場合の今回のサンターナというところです。何も乗らない場合に関しては18万2000っていう数字で、まあ、ドリコレのカジバ乗った場合、フェスの渾身、この辺よりも下という感じにはなってきますね。まあ、この辺は、まあ、そもそもそこまでタックル値高くなかったですので、まあ、その辺と同じぐらいですよというところです。そしてパスカットを見ていきましょう。パスカットはドリコレが強いですね。でその次に渾身、そして今回のディフェンダーキラーが乗った場合というところになってます。何も乗らない状態ですと、まあ、この中のサンタナの中では一番下というところになります。はい。まあ、というところで、まあ、オフェンスディフェンス、まあ、どちらにおいても特技が乗った上で、まあ、3番目か2番目ぐらいっていう感じのサンターナなのかなというような感じです。続いてですね、まあ、このサンターナの今回の数字がですね、まあ、どのぐらいのもんなのかなっていうのを簡単に把握するために4凸ピエールと比較してみたいなと思います。まずドリブル見ていきましょう。ドリブル見ていくと、読み勝ち乗ったピエールが245,000っていう数字ですね。ディフェンダーキラー乗った場合の今回のサンタナは235,000で、読み勝ち乗ってない時の、まあ、読み負けた時とかの数字でいうと229,000なので、まあ、それでもピエールってゴリ押ししていくこと結構あると思うので、まあ、そこより高い数字ということなんで、まあ、ピエールよりドリブルがご了承しやすいキャラという感じになってきますね。なので、まあ、ドリブル値に関しては決して低くはないかなと思います。それではパス見ていきましょう。パスに関しては何も乗らなかった時のピエールが23万、
それを少し切る形でディフェンダー、ゴールキーパー、キラーが乗った場合というところです。まあ、PL455 威力にしてますけど、まあ、ワンチャン例えばトリコロールとか、まあ、そういうのつけてあげるともっと上がるよというところですね。もちろんサンタナに関しても475とかつけれますから、まあ、そうするともうちょっと上がるよという感じにはなってきます。はい、というところで、まあ、オフェンス値に関しては読み勝ちを含めた PL っていうのはもちろん届かないんですけれども、あの読み負けた時の PL に結構近い数字っていうところまではディフェンダーマッチさえできれば、まあ、出てくるのかなという感じですね。なのでもちろんピエールはディフェンダーとか誰かで構わずこの数字なんでもちろん強いんですけれども、ディフェンダーにマッチできればピエールぐらいですね、あの結構、まあ、強く出れるというか、まあ、そういうところはあるのかなというふうには思います。直近サンターナとのシュート比較していきましょう。まず地上シュートで並べ替えております。一番強いのは30万5000で、渾身そしてコンビネーション乗った場合のサンターナ、こちら一番上に来ています。でその次にドリコレが29万9000ですね。これ4突した時の、はい、数字になっております。シュートはフェスがリバウルのホットラインまで含めて28万7000、諦めない心2回乗った場合の、ま、ちょっと前に出たやつですね、28万4000。相手海外じゃなかったカジバだけというところでドリコレサンターナが28万2000という数字です。今回のサンターナはじゃあどこにいるのかというところで言うと、渾身初段のフェスよりちょっと下というところになっております。なのでシュートはやっぱりちょっと強くはないですね。そう考えると、まあ、他のサンターナが結構上に来ちゃってるなというふうに思います。まあ、前のフェスとかの方が上になっちゃってるので、まあ、この辺は少しシュートとしてはやっぱり落ちるのかなというところですね。はい、それでは高受け見ていきましょう。他のサンタナに関しても全て490威力に直しました。その状態で見ていくと、今回のサンタナ一番強くなっております。28万3000。なので、まあ、高受けの中では一番強いサンタナというふうに言えますね。渾身初段の30万5000出せるこのサンタナでも同じ高受け積んだとしても届いていないという感じになってますので、その一番強いですね。まあ、あとは低浮きっていうところなんですけども、低浮きで、まあ、得意が乗るんですが、まあ、こちらで打つよりも高浮きで打った方が、まあ、全般的に強くなっているというふうに言えそうかなと思います。なので、まあ、今回のサンタナの高浮き積んであげればですね、あの低浮きで打つよりも高浮きで打った方が強くなるというような現象になりそうです。でシューターとキーパー交えたランキングに関してはこの後ロベルトチェックした後にまとめてやっちゃおうかなというふうに思います。それではロベルトを見ていきましょう。即属性のフォワード OMF の選手、クラブ選手ですね。メイン必殺技ロベルト式回転パスカット460威力、一番強いパスカット技ですね。結構強い。そして新スカイウィングシュート490威力、南米式ドリブルの S420 威力、フライングドライパスの A がついているという感じですね。特技読み勝ちマスターの A マッチアップで読み勝つとパラメータプラス 25%、超団結即クラブ&5人以上の 23%、絆即属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4.5 ですね。 4.5 系、全力ゲージアップマッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 12%、まあ、これ最近やっぱいいですよね。はい、そして自動パスカット強化、自動パスカット時 100% の確率で必殺技が発動する、これはでかい。確実に自動パス化すると。スタミナ消費量減少マイナス 20%、 ゴールキーパーキラーの 25% という感じです。オフェンス 10% チームスキル69バフ45で見ていきましょう。スタミナが1200になってます。まずは0と2の数字から見ていきます。まず何も乗らない場合、ドリブルが3万5000、まあ、表示してですね、3万5000、3万9000のシュート、パスが3万6900、タックルが3万3000、パスカット3万4500。まあ、ここに読み勝ちが 25% 乗るので、ドリブルが4万1400、パスが4万3000、タックル3万8800、パスカット4万ということなんで、まあ、今回強いパスカット技とかもついたので、まあ、これは読み勝てば、可能性はあるぐらいのところまで来てるんじゃないでしょうか。ドリブルが4万1000に対して23万8000、パスが24万、タックルが21万3000、パスカット22万6000。まあそれでもちょっとタックルはやっぱり不安でしたがね。まあでもあの読み勝ったら基本的には取るぐらいのあのレベルになってると思います。なんでフォワードとしては結構いいんじゃないですかね。で、パスカットに関しても22万6000なんで読み勝てば大体は取るかなと思います。そしてドリブルパスっていうところも読み勝てば抜けそうな数字がしっかり出ております。
そしてシュートなんですけれども、まあ、一応510威力の一番強いやつ積んだと仮定しまして、まあ、ゴールキーパーキラーが乗って4万6000のシュート値、510威力で23万5000ですね。先ほど見たサンターナ君と同じぐらいという感じです。まあ、なので、まあ、これシュートに関しては、ドリコレの方が全然上って感じですね。まあ、カジバ的なところの運用を考えるのであれば、読み勝ちで毎回この数字が出るロベルトは結構運び屋的なところでは、ありなのかなと。まあ、その全力ゲージアップもあるので、読み勝ちマッチアップ勝利するたびに、まあ、結構全力溜まっていいのかなという感じですかね。まあ、自動パスが 100% も結構でかいかなとは思います。同様にですね、サンタナ君の時と同じように、他ロベルトと比較してみたいなと思います。ドリブル見ていきます。まあ、全部4と2の数字です。ドリブル値、まあ、カジバが全部乗った時のロベルトが26万っていう数字、まあ、非常に高いですね。まあ、カジバ全開はやっぱ強いんですね。そしてその次に来てるのが読み勝ち乗った場合の、まあ、今回のロベルト23万。ドリブルのついてたロベルト、メイン技はドリブルだったロベルトと比べても高くなってるので、まあ、結構ドリブル値、まあ、23万で出るんでいい方なのかなと思います。パス見ていきましょう。パスに関してもカジバが全部乗った時のロベルト25万、そして読み勝ち乗った場合で22万9000、まあ、一応このデバフのロベルトとかも入れてみたんですけれども、まあ、やっぱりこんだけ前の、選手になっちゃうと4突した数字だったとしても結構下がってくると、まあ、20万切ってくる数字ですよね。なのでまあ無突だったら読み勝てばっていうふうには思うんですけど、4突同士でっていう考えるとちょっと厳しいのかなというような感じです。タックル見ていきます。タックル値はなんと一番高いですね。なので守備が一番強いロベルトという感じです。パスカットを見ておきましょう。パスカットも22万6000で一番高いということで、まあ、今回のロベルト君はパスカットは歴代ロベルトで一番強くて、でまあそのオフェンスに関してはドリコレの方がカジバが乗ってくれば、まあ、グッと上に行くんですけれども、乗らない状態であれば、うん、まあ、正直毎回読み勝ちでこの数字が出るっていうことを考えると運び屋としてはかなりいいのかなと思われます。参考までにピエルとも比較してみましょう。読み勝ちのタピエル24万で23万ですね。今回のロベルトのドリブル値23万、何も乗らないピエルと同じぐらいというところです。まあ、読み勝ち含めた形で同じぐらいというところなので、まあ、すごい低い数字っていうわけではないのかなというふうには思います。パスも見ておきましょう。パスに関しては23万出るのがピエールで、まあ、22万9000ということで、まあ、同じぐらいというところですね。読み勝ちが乗ればピエールと同じぐらいの、ピエールの何も乗ってない時と同じぐらいの数字にはなっているというところです。タックルパスカットというところなんですけど、まあ、タックル、まあ、それでもやっぱり読み勝ち含めたピエールには届かないですね。まあ、全体的に読み勝ちがなかった場合のピエールに対して今回の読み勝ちが乗ったロベルトっていうのが同じぐらいの数字が出るというところになってるみたいです。それでは歴代ロベルトで比較していきましょう。地上シュートで見ていきます。一番上に来てるのがドリコレのロベルト、カジバ全部乗った場合30万1000っていう数字ですね。ドリコレ若林も30万ぐらいなので数字的にはちょっと上なんですけれども、相手側に属性有利が乗ってしまうので、まあ、ドリコレ若林にはちょっと届かない数字という感じですね。そして2番目に来るのがコンビネーション、そして均衡ですね。まあ、こちら両方乗った場合の、まあ、ドリブルロベルト、まあ、こちらが次に来てて、でその次に今回のロベルトというところです。まあ、やっぱりシュート値結構差がありますので、27万から30万っていうのはその間に結構キーパーたくさん出てきちゃいますので、まあ、シュートはやっぱり入りづらいロベルトなのかなと思います。キーパーの属性に力っていうのを入れて今回のロベルトがどれぐらい上がるのか見ておくと28万5000っていう数字ですね。なのでドリコレ若林30万に対して28万5000までしか伸びてこないですから、やっぱり属性より含めてもちょっと届かないという数字になっております。それではシューターキーパー交えたランキング見ていきましょう。すべての選手が4突になってます。ドリコレ若林30万400という数字です。山田くん29万8000という数字で、三浦くんのライスアンキラが乗った場合で29万8000と、まあ、このぐらいの数値感覚になっております。なので4突でシュート決めようと思うと、まあ、30万超えたいよねっていうところが、まあ、一つあるのかなと思われます。まあ、一応カリウサス見ておきますと、カリウサスがクラブキラーと地上シュートキラーで28万9000、地上シュートキラーのみで28万、クラブキラーのみで27万という数字です。なので浮き玉で打って27万を超えてくれば、カリウサス抜けますよという感じになってきますね。それではロベルトとサンターナ見ていきましょう。ロベルトに関しては地上シュートで27万1000、
なので、カリウサス地上で打った場合にカリウサスとか山田くん、またドリコレ若林、ミューラー、まあ、この辺にちょっと届かない数字という感じになってます。で、浮き玉に持ち替えたとしても、カリウサスの27万を超えれないですので、まあ、結局入らない選手という感じですね。しかもカリウサス側にあの属性よりも乗っちゃうので、ちょっと厳しめなのかなという感じです。まあ、今のキーパーちょっと抜けなそうだなと。そしてサンターナくん、27万4000、フルメタ移植して27万4000。まあ、これでもやっぱり地上で打ってもカリウサスは超えれない数字が出ております。ドリコレ若林と山田とかにも届かないというところですね。ただ高浮きで打ってあげると28万3000でカリウサスクラブキラーしか乗らないですよね。まあ、これに関しては抜いてこれるというところです。まあ、なのでフルメタをね、こうあえて移植しに行く必要があんまりないのかもしれないですね。もう高浮きで打つ専用のサンターナにしちゃえばいいのかなというところです。まあ、なんならあの4と通した時のこの間のレオくんとかの方が27万6000で今回の常設キャラより上だったりしますね。はい、まあ、もう少し参考までに見ておきましょう。ドールマンが地上シュートキラー乗って28万1000。まあ、皆さん気になるところかと思うんですけど、 Z 林とかだと渾身初段で28万5000ですね。サリナスとかは OMF、DMF キラーが乗って28万6000。まあ、なので、まあ、サリナスの OMF、DMF キラーと、若林の Z 林の渾身初段っていうのが、まあ、大体同じぐらいなところまで来たというところでしょうかね。ミューラーの初段っていうのが28万8000。まあ、若干ブーストされたのは、この4周年に出たカリウサスですかね。29万3000まで来てます。まあ、例えば、シューターの属性っていうところで力って入れてあげると、カリウサス30万4000まで来るので、あのピエール初段止まるっていうことになってきますね。はい、まあ、ちょっと今回のキャラとあんま関係ないんですけども、ピエール初段止まったりするので、まあ、ちょっと若干復刻させるっていう手もあるかもしれないです。 4.5% なのでワンチャンありかなと思われます。それでは新キャララストになります。トラム見ていきましょう。力属性のディフェンダーの選手、クラブ選手ですね。メイン技エースキラーブロックの S490 威力、エースキラーパスカットの S465 威力、ロングレッグタックルの S405 威力、力強いパスの A がついてます。タックルは移植する必要ありそうですね。特技フォワードキラーの A、 フォワードに対してパラメータプラス 20%、 チムスキー超団結、力クラブ&5人以上の 23%、 絆、力属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4%、 パラメータダウン耐性、海外選手に対するパラメータ低下効果を 4% 軽減。まあ、海外パっていう話で言えば 8% なので、まあ、結構大きめなガードになってますね。OMF キラー、OMF に対してパラメータープラス 12%、ヒューガキラー、ヒューガに対してパラメータープラス 7%、シュートキラー、吹き玉以外のシュートに対してパラメータープラス 15% ということです。まあ、結構いろんなパラメータアップ要素があるので、組み合わせが多いんですよね。フィジカル 10%、チームスキル69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1235、マッシュート以外4凸というところで見ていきます。まずは0凸の数字から。で、めちゃくちゃバリエーションが多いんですよ。で、まあこれを順番に見ていきます。まず0凸から。何も乗らない場合、DMF マッチとかですかね。タックルが3万8000、ブロック3万7000、パスカット3万7500。OMF マッチした場合、4万1000のタックル、ブロックが4万、パスカットが4万600。シュートキラーの場合、相手シュートされた場合ですね。タックルが4万2000、ブロック4万1000、パスカット4万1000。フォワードキラー 20% 乗った場合、タックル4万3000、ブロック4万3000、パスカット4万2000ということで、まあ、フォワード相手であれば読み勝ち勝負しっかりできるのかなと思われます。そしてさらにフォワードキラーでヒューガキラーまで両方乗った場合と、4万5000のタックル、ブロック4万4900、パスカット4万4500。まあ、注目すべきなのは、まあ、ヒューガ君に対してどれぐらい強く出れるのかというところかなと思います。ちょっとここは注目して見ていきましょう。ここの数字がですね、合算威力、今属性有利ありという補正を入れまして、こちらですね、フォワードキラーとヒューガキラー両方乗った場合で22万5000という数字になってます。タックル値がですね、ブロック値が23万1000、でパスカットが21万8000というところです。まあ、そのタックルしておけば取るとか、まあ、そういう現象はちょっと起きづらい方なのかなという感じですかね。本当に序盤のヒューガ君とかだったらいいかもしれないですけど、まあ、基本的には読み負けると抜かれるという感じかなと思われます。
まあ、ただもちろん読み勝てばしっかり取れるというようなレベルにはなってますね。続きまして OMF とシュートキラー、まあ、乗った場合、まあ、実はヒューガキラーのフォワードキラーっていうのと同じ割合になってます。フォワードキラーとシュートキラー両方乗った場合と、フォワードの選手にシュートを打たれた場合ですね、47,000 のタックル、ブロックが 46,900、パスカットが 46,600、この時に合算威力的にどうなってるのかというのを見ておきたいんですけども、フォワードキラーとシュートキラー両方乗った場合でタックル22万、パスカット21万ですね。なので、まあ、普通にまあ、フォワードにシュート打たれてタックルで取るとか、まあ、そういうことは、まあ、基本的には起きないのかなと思われます。で、ブロックした場合なんですけれども、23万出てますね。23万出てるところに読み勝ちありの補正を入れていくと、こちらになります。数値としては27万7千っていうところまで出てきます。なので、まあ、PL とか全然止まりますね。はい、フォワード PL とか、まあ、OMF PL でも全然止まりますね。25万9千とか超えてるので、まあ、ゼロ突増資の状態であれば、読み勝てばブロック止まりますよという感じになってきます。なので、ブロッカーとして今回かなり良さそうですね。そして最後、フォワードキラー、ヒューガキラー、シュートキラー、すべて乗った場合42%アップします。この時にタックルが4万9千、ブロック4万8千、パスカット4万8千。まあ、対ヒューガというところを考えて属性有利ありをまずとりあえず入れてですね、数値見ていきたいなと思います。シュートを打たれた場合にタックルしていると24万5千なので、まあ、タックルとかパスカットでヒューガのシュート止めれることはなさそうですね。ただブロックした場合、相手のヒューガ君のシュートをブロックで読み勝ちましたという状況だった場合に読み勝ちありの補正まで入れてみていくと、なんと30万という数字ですね。これ非常に高い数字になってて、今無凸同士で比べてます。無凸のヒューガ君に対して30万出せると、これはブロックキラーが相手乗って28万ぐらいなので、止めることができますね。なのでこのトラムはヒューガのシュートをブロック読み勝つと止まるキャラというところです。まあ、結構レアかなと思います。まあ、今ちょっと無凸状態で見てますけども、まあ、弱点的なところで言ったらもちろん DMF マッチされるとか OMF マッチされるっていうところかなとは思うんですが、まあ、OMF に対しては4万ぐらいあるので読み勝ち勝負はしっかりできるレベルの数字が出ているっていうところと、まあ、DMF にマッチされて、まあ、例えばチャービとかクリスマンとか、まあ、そういうところだと思うんですけど、まあ、そこにマッチされても読み勝ったら取るぐらいの数字にはなってるように見えますね。読み勝ちありの補正を入れて何も乗らなかった時に21万9千のタックルと21万2千の、まあ、パスカットということで、まあ、ちょっとタイガーボランとかは厳しそうですね。はい、それでは4凸の数字も見ていきましょう。何も乗らない場合4万4000のタックル、ブロック4万3000、パスカット4万3600。OMF キラー乗った場合に4万7000のタックル、ブロック4万7000、パスカット4万7000。フォワードキラー乗った場合に5万のタックル、ブロック4万9000、パスカット4万9000。ヒューガキラーとフォワードキラー、まあ、両方乗ってくると、タックルが5万2000、ブロック5万2000、パスカット5万1700というとこです。で、まあ、おそらくヒューガ君って皆さん4凸なのかなというふうに思いますので、ヒューガ君の4凸の数字簡単に見ておきたいと思うんですけども、ゾーンが全部乗ってる時で29万8000っていうシュート値。で、ブロックキラーまで含めて乗ると32万5000ですね。なので、この数字を超えれないと、ブロック止まんないよという感じになってきます。この時にトラムがヒューガに対して、まあ、軟凸してた状態で、ブロックが止まるのかと。まあ、非常にここでかいかなと思いますので、ちょっと見ていきたいなと思います。今4凸同士で比べてますけども、4凸だった場合に属性有利あり読み勝ちあり、まあ、全部乗ってくると34万8000なので、ヒューガ君を、まあ、いつでも止めることができます。これを3凸に減らした場合どうなるかと、まあ、今フィジカルフォメで見てるのでご注意ください。3凸に減らすと32万4000で、先ほどのヒューガ君の数字が32万5000なんですよね。というところで、まあ、フィジカルフォーメもすでに使ってる状態ですので、まあ、この状態で、まあ、凸が、まあ、1個でもヒューガ君より落ちると、ゾーンが全部乗った状態のヒューガ君は止まらないっていうことになっていきます。まあ、基本的には同じ凸同士での戦いっていうのが、まあ、推奨なんですけれども、まあ、ブロックをね、ヒューガ君ブロックできるキャラクターって結構貴重なので、まあ、今後もこういうキャラクター出てくると思いますし、まあ、これが例えば、ブロック強いキャラクターが、まあ、今後出てきて、
二突でヒューガ君止まりますとか、まあ、そういう風になってくるとそのキャラは結構使えるんじゃないかなとかっていう判定ができそうだなという風には個人的には思っております。このトラム君は同じ突条件で同じバフ条件であれば、ヒューガ君止めることはできるんですけれども、突状態が、まあ、1段階でも下がっちゃうと、ゾーンが最大値のヒューガ君、まあ、一番止めたいところのヒューガ君ですよね、まあ、ここは止まらなくなってしまうというところになっておりました。それでは歴代のトラムというか、まあ、ドリコレのトラムと比較してみましょう。ちょっとねユニフォームが似すぎてて分かりづらいんですけども、見ていきましょう。タックル値、シュートキラーまで乗ってきた場合は今回のトラム一番高くて、ヒューガキラー、フォワードキラーまで乗ってくるとまだ高いですね。ドリコレの最大値ですね、日本キラー、クラブキラーとフォワードキラーっていうのが同じぐらいという感じなので、まあ汎用性的に考えても今回の力トラムの方がドリコレより、まあ、性能的には高そうだなと、タックルの性能は高そうだなというところですね。そしてブロック見ていきましょう。ブロックに関しましては、シュートキラー系の、まあ、今回のトラム来てて、で、その次に、日本キラー、クラブキラーというところが来ております。まあ、対ヒューガっていう話であれば、まあ、今回のトラムの方が全然いいですね。で、対フォワードっていうところに言うと、まあ、若干、シュートに対するところは、まあ、今回のトラムの方が上と。パスカット見ていきましょう。パスカット。ヒューガキラー、まあ、シュートキラーですね。シュートキラー乗ってくると一番高くて、ヒューガキラー発動すると、まあ、一番高いと。ドリコレトラムに関しましては23万、最大値で23万、これがフォワードキラーだけ乗った場合で23万7千なので、まあ、超えてますね。なので、まあ、ドリコレと比較して、まあ、今回のトラム君の方が守備に関して優秀そうだなというような印象です。まあ、あとは絆というか、まあ、若干ガードですよね。ゴッツァみたいな感じのガードの、性能のキャラクターっていうところがあるので、まあ、ちょっとデッキに寄っちゃうのかなというところはありますね。それではカルツと簡単な比較してみたいなと思います。カルツも4突にしてまして、タックル比べていくと、まあ、シュートキラー除いたとすれば、フォワードキラーとヒューガキラー、まあ、両方乗った場合で言うと、カルツのカジバ全開の数字っていうのを超えております。はい、技威力合算して超えているので、まあ、これはヒューガに対しては本当に強いという感じですね。で、対フォワードっていうところと、カジバ全部乗った時のカルツっていうので、まあ、同じぐらいになっているので、まあ、結構タックルも高いのかなと思われます。で、OMF キラー乗った場合っていうのが、カルツの何も乗らない場合、初段ですね。まあ、この数字を結構超えてますから、まあ、タックルにおいて、結構守備できるトラムなんじゃないかなと思われます。ブロックに関してカジバ全部乗った場合のカルツが25万、まあ、それに対してシュートキラーとかまで含めると、まあ、28万まで、まあ、最大ヒューガ君であれば出てくるので、まあ、非常に高いですね。パスカット見ていきましょう。パスカットカジバ全部乗った場合のカルツが25万9000、ヒューガ君にシュート打たれた時のパスカットはそれを超えているというところですね。まあ、この辺はちょっと実質読み負けてるっていうことになりますので、パスカはカルツの方が結構上なのかなというところです。まあ、対ヒューガ君っていうところで見ると24万7千。カルツの最大値が25万9千。カルツの初期に関しては23万5千で、まあ、その数字っていうのがフォワードキラーが乗った場合と同じぐらいという感じですね。まあ、カルツ十分初期値でもパスカットはかなり高いですので、まあ、それと同じぐらいの数字がフォワード、対フォワードっていう話であれば出てくるって考えると、まあ、しっかり読み勝てば取るんだろうなっていうぐらいの感覚はなんとなくあるかなと思います。まあ、それ以下になってきた場合に、やっぱりパスカットは若干不安っていうところですかね。まあ、OMF に対してはよっぽどかなとは思うんですけれども、まあ、その DMF ですかね。まあ、その辺にマッチされた場合に、まあ、特に振り属性だったりすると、まあ、通されてしまう可能性はちょっと出るのかなと思います。まあ、ただディフェンダーなので、まあ、そこまでマッチする機会ないと思いますから、まあ、そういう意味だと、はい、全然問題ないんじゃないかなと思います。まあ、例えば読み勝ちの補正を、まあ、今ありっていうのを入れてみるんですけれども、読み勝ちの補正ありって入れて OMF に対してパスカットすると27万っていう数字が出るんですよね。で、それに対して、まあ、先ほども見ましたけども、ピエール君とかっていうのがパス値23万とか、まあ、読み勝ち、まあ、読み分けてるんですけども、読み分けると23万っていう数字だったりするので、で、490威力の技入れたとしても24万8千とかですよね。なので、まあ、よっぽど取るんじゃないかなというふうには思ってます。はい。というところで、まあ、今回、新キャラ3人見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとアップで一発目の新キャラ数値チェックということで、間違いなどあれば、
気軽にコメントでご指摘いただければなと思います。あとはこういう風なところ比較してほしいっていうのはご要望としていただければなと思います。あとは、このキャラどうなんですかとかですかね、ちょっと比較する選手の数っていうのが時間の都合もあって、たくさんは用意できなかったんですけど、このキャラとの比較を知りたいっていうのは分かる範囲で答えれればなと思ってますので、コメントに書いていただければなと思います。今後ちょっと、皆さんと いろいろやり取りをしながらですね、コメントとかで書いていただいた要望とか見ながら、ブラッシュアップ、アップデート後のブラッシュアップっていうのをしっかりしていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。